ボンジョルナ・トゥッティ、イタリアガイド、ミメです。本日は本場テルマエ・ロマエ、テルメに入る前に知っておくべきこと3つというのをイタリア在住25年の私、イタリアガイド・ミメがこっそりとお送りしたいと思います。実はイタリアにはたくさんの素晴らしいテルメ、温泉があるんです。ただ日本の温泉と勘違いしてくると全然違うので恥をかいてしまったということにならないように3つの知っておくべきことというのをこの動画の一番最後にご案内したいと思います。まずはここイタリアトスカーナで最も有名なサトルニアというですね素晴らしいテルメがございますので、そこをですねどんなテルメなのか、どんなホテルなのかというのをね、まずはゆっくりご覧いただきまして、その後3つの知っておくべきことを皆さんにご案内いたしますので、ぜひ本日もこの動画最後までご覧くださいませ。私イタリアガイドミメの動画ではこのようなイタリアの便利な情報、知っておくべきこと、そして1週間に1回の生ライブをここイタリア現地からお送りしております。まだチャンネル登録されていないという方、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。そして概要欄からは私イタリアガイドミメが運営いたしますイタリア観光完全プライベートガイドサービスや、またイタリア語オンラインプライベートレッスンなどを実施しております。気になる方ぜひチェックしてみてください。そして将来のイタリア旅行 200% 満喫できる無料資料というのも概要欄からダウンロードできますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それではこのサトルニアのホテル、そしてリゾート、さらに温泉に行ってみましょう。ここがサトルニアホテル、5つ星の温泉のあるホテルに到着いたしました。まずはここ有名なスパ、ゴルフリゾートということで、ゴルフ場やテニスコートもあります。もちろんレストランも完備しています。中に入ってみましょう。わあ、素敵な、割とこじんまりとしたレセプションですが、こちらにスパですとかあります。素敵ですね。もうリラックス空間たっぷりな感じです。ここにはウェルカムドリンクサービスもあります。グレープフルーツとかのウォーター、キュウリとかジンジャーのウォーター、チョコレートですとかも用意してあります。それではホテルサトルニアのお部屋に入ってまいりました。まずはここがベッドルームになります。そしてもちろんペットフレンドリーなので、うちの犬も連れてくることができました。ここコーヒーセット、お茶、お水などが揃っています。砂類も揃っていて、もちろん冷蔵庫もあります。そしてここがベッドルームだけでなく、なんとテラスもあるんです。このテラスに出ると、もちろん全てが私たちのものというものではありませんが、このようにリラックスできる空間、本当に静かです。そして中に戻りますと、手洗いなども見てみましょう。まずはここにクローゼットがあります。ウォーキングクローゼットになっていて、これがスパに入るための、もちろんですね、いろんなキットが揃っています。もちろんセキュリティのやつもありますし、これがスパに行くためのスリッパなども入っています。こちらがトイレです。なんと日本人の方には嬉しいバスタブ、まあテルメなのでね、ここを本当に使うか分かりませんが、そしてやっぱりシャワー、素敵なトラバーチンの大理石があります。素敵です。ホテルに宿泊すると、このバスローブと、そしてこのベッドのところにあるタオルとか、このスリッパは全部試供してくれます。今から
このテルメに入ってみたいと思います。ここがサトルニアホテルのテルメです。実際にテルメに入っている人たちは浮き輪みたいなやつを持って入っています。なぜかというと3メートルのすごい深いテルメなんです。実際にテルメに入っている人よりも外でくつろいでいる人の方が多いですね。なんだか浮遊物がいっぱいあります。でもね、これ聞いたら温泉の花っていうんですかね、だからこのままにしていくんですって。これもいいそうです。それではいよいよテルメに入ってみたいと思います。おー、深いので泳ぎに自信のない方はこういうのを貸してくれるので浮き輪代わりになりますので、こうやって使ったりですね、そしてこれを後ろ側にこうやって持っていってこういう風にできます。最高。お湯は思ったより温かいです。そしてすっごい水が綺麗なんです。見てください。実はほら、私の足は全然届きませんが、もうコバルトブルーの綺麗さです。ちょっと離れたここにはジャグジーもあります。ジャグジーは大体あそこに書いてある通り35度から37度、なのでそんなに暑い温泉じゃないのでゆっくり入ってますね。やはり皆さん水着を着ています。結構日光浴が好きなのでこういったたくさんのベンチがあって、実際にいやー、渡っている方がいらっしゃいますが、ここには滝に打たれるこういったものとか、高架にはですね、冷たい足浴と暖かい足浴のバスが置かれています。なので、これ歩きながら足にもいいという、そしてこのとても美しい自然が、やっぱりリラックス空間ですね。外のこの素晴らしいテルメもあるんですが、ここにバーニョロマーノというところがあります。中になっているので結構温度があったかいみたいです。そして周りにはサウナがあります。見てください。まずはフィンランド風サウナといって、まあ、日本にあるねサウナと一緒ですね。10度ぐらいの、暑い、これ最高。そしてこちら側にはサトルニアの普通のシャワーと、あとはセンソリーシャワーというのがあってです、こうやってやるとトロピカルな香りがする。大丈夫とこれは古いですね。そしてこちら側にはほら、トゥルキッシュバス。これはね、ちょっと温かいというかぬるいですね。ハマムがあります。ちょっと入ってみましょう。まずは朝食会場ですが、見てください。これが温泉のお湯で、テーマルウォータードリンキングケアと書いてあります。これをですね、こうやって入れて飲むとですね、これ結構高いんですよね。朝食ですが、まずは空腹の時にこの温泉の水を飲めと言われましたので飲んでみます。ぬるい、でもなんかすごい体にいいそうです。さて、朝食会場に入ってまいりました。いっぱいありますが、見てください。いろんなジャムの他にこれ本物の蜂蜜、すっごい体にいいそうなんですよね。そしてさあ、と一応ハム類とか、ここがマレンマ地方なのでマレンマのハムとか、もちろんじゃーん、スクランブルエッグもありますし、オムレツもここで作ってくれます。一通り美味しそうなものがいっぱいあります。本当素晴らしいなと思ったのがですね、これ自分の好きな野菜をこの機械の中に入れて、なんとこれ野菜ジュースが作れるんです。では早速作ってみたいと思います。私この大きい青リンゴをこの中に入れて、キャロットも入れて、ジンジャーも
好きなのでジンジャーも入れてみます。これねフェンネルっていうすごい体にいい野菜なんです。なかなか日本ではないと思います。トマトも入れようかな。そしてここでパイナップルも入れてみましょう。味になるんでしょうか。見てください、これおやつ、ですが絞りたて生野菜ジュース、わあ美味しい。最近はイタリアではグルテンフリーのものとかがありますね。そしてできなかったヨーグルト、ヨーグルトに入れるシリアルや、あらこれもローファットヨーグルトからいろいろ用意されていてください。なんと牛乳もですね、いろいろあります。おいしそう、なんかすごい健康的な内容ですよね。全部食べたい。オムレツを作ってくれたりして、そしてこのテルメを眺めながらの朝食です。雨が降ってますが、今日もうすでにテルメに入っている人たちがいます。なんとお部屋に帰ったら本日私の誕生日なので、メッセージカード、そしてプレゼントと、誕生日なのでマッサージをプレゼントしてくれるという嬉しい紙が入っていました。さすがですね。あとお誕生日ということで、いちごのジャムとイノシシのミートソースをくれました。ありがとうございます。今回のサトゥルニアでの宿泊費いくらかかったかというと、ジュニアスイート1泊2人での料金576ユーロに、食事代が162ユーロ、さらに滞在費2人で6ユーロ1泊となりますと 744.72 ユーロです。約12万円ぐらい1泊になりました。でもすごく滞在良かったです。いかがでしたでしょうか。本場テルマエロマエの国イタリアで温泉テルメに入る時のための知っておくべき3つのことというのを最後にご案内したいと思います。実は1つ目、日本と違って真っ裸では入れませんので、水着、そしてホテルでほとんど貸してくれるバスローブとこのサンダルが必要になってできます。ですので温泉出た後水着濡れています。なので日本人にとってはちょっと気持ちが悪いというのが一つ目になります。なので水着は一つじゃなくて、私の場合は乾かない時のため、夏だとすぐ乾くんですけれども、 2,3 枚水着を持ってきて気持ち悪いなという方はトイレに行って変えたり、お部屋に行って変えたりして、ゆっくりリラックスすることをおすすめいたします。知っておくべきこと2つ目、日本と違ってテルメはぬるい。日本は暑くてもうね汗が止まらないという温泉の温度が多いですが、ここのサトゥルニアもそうですけれども、だいたい人肌と同じぐらいなんです。なのでずっと入っていても暑苦しくないので、一日リラックスして入れるという利点はありますが、暑いのが好きな方はですね、トスカーナのペトリオーロというところが約40度ぐらいある暑い温泉があるんですが、そこぐらいです。他は温泉はどこもぬるいというので、暑い温泉が好きな方にはちょっと物足りないかもしれません。知っておくべきこと3つ目、日本と違ってテルメに入る前に体を洗わなくていいということなので、体洗わないで入るの？と思われると思いますが、違うんです。まずはあんまり顔とかですねつけません。ほとんど温泉プールみたいなものですから、温泉に入った後にホテルで必ずちゃんと全て洗うというですね、日本と反対の習慣です。なのでテルメの中は汚いところ洗わないで入りますので、基本的には口とか顔とか
つけちゃ NG です。まあ、つけてる人もいますけれどもね。その後ちゃんとシャワーを浴びる、ね、日本だとあんまり温泉を流さないでその効果があるよと言われるんですが、ここはあんまり清潔ではないというのも一つ覚えておくといいですね。あんまり潔癖の方はですね、ダリアのテルメはどうかなと思いますが、法に入れば法に従いでございます。なかなかイタリアのテルメもいいですよ。ということで本日も皆様、この動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。テルマエロマエ、本場のテルメを皆様も楽しんでくださいね。じゃあ、アラプロシマ。